誰誰、まあ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 、よし継続。お、カットイン来たよ、神楽のチャンス面というか一番役。チャンス目バケ、誰かな誰かな、またのりちゃん、ちょっと弱いカットインが、よし続いた。しかもここで後期、あー桜庭さん、弱い、終わっちゃったっぽいな。あー残念。1038枚、709ゲーム頑張ったと思う。3連で709ゲームはかなり頑張りました。あとはちょっと復活がね、あ、なかった。いやーダメかなこれ、ダメっぽいな。まあわかんないけど、1枚役、からの負け、負け、701ゲームレギュラー、いやーきついきつい。ちょっとこの出玉とガレーゼロで考えると、もう2500枚は多分難しいと思うので、何か一撃系の機種で勝負しようかなと思います。一撃を狙うということで純増枚数が高い、そして私も大好きなバジリスク打とうかなと思います。でいろいろ考えたんですけど、あの今のミリオンゴッド、あのゼウスバージョンよりやっぱり純増枚数も多いし、これで2500枚を狙うにはガレーゼロじゃ足りないので、ちょ頑張ってこの持ち玉と、ちょ残りのその1500枚のうち残り多分750枚が残ってるんですよ。なのでそれと合わせてバジリスクに突っ込みたいと思います。バジリスク、これでちょっと2500枚頑張って狙いたいなと思います。まあ、バジリスク早いからね、当たってさえしまえば。多分持ちコイン移動が多分3、400枚だったと思うんですけど、多分ね。しかも巻物演出的になんか弱そうだね。おっと、ここでソーチェリー、一発で屋敷行った。しかも早いよ屋敷行くの。しかも強いやつ強いやつ強いやつで外れ、激アツ。これはここで強チェリー、ああしかも今遅れた。おぼろちゃん、欲
城を倒せ、赤文字イエーイイエーイ、持ちコイン移動、持ちコインで ART ゲット。あとはおぼろ、玄之介様スタートです。ナイス引き、同術チャンスです。でも同術チャンスでも十分です。いや、ありがたいです、ありがたい、ありがたい。終わっちゃった。5対5だ。ダウジング、これね結構負けるパターンですよ。なんかで乗せないと終わる。もはや止まれぬ、帰国収集。ああダメだ。多分負ける。残念。玄之介様に期待。来なかった。111ゲーム、2セット351枚。残念。今日チェリー、お城を倒せ。ちょっとぜひ当たっていただきたい。だから強チェリーで当たってるから多分その間に引いた巻物と強 MB は海岸抽選してないと思う、してないと思うっていうかしてないんですけど、前兆中はね。結構ないいパターンですよ、このひし形さんは。負けた。単発48ゲーム156枚。でもやっぱ早いよねバジリスク。
負けた。45ゲーム95枚。初当たりが早いのはありがたいんですが、枚数が伸びない。おぼろカットイン振動スピーカー強チェリー固まんなかった。なんかビッグ引いちゃったんじゃねとか思ってた自分がバカらしい。赤背景駿府城、これ当たったっしょ。赤文字、年季を倒せ、年季を倒せって言われた。赤文字だけど、ここで今日 MB。 あ、早速、あ、間違えちゃった、ベル揃っちゃったよ。今指さした時に当たっちゃった。5対3、勝ってください、ぜひ勝ってください、勝ってほしいな。長く資源に終止符を打とうぜ。あ、赤文字、ちょっとチャンス、次回を。40ゲーム77枚。あー、マジで。これね、ほんと単発少なかったんですよ。私が打ってから単発しか引けてない気がする。あ、1回2連したのか。なんかエース弱っ。赤いよー小四郎で赤文字。強チェリー、これは設定は悪くない、ただ出ない。
玄之介。だはあ、ゴー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 、ダウジングはダメだ。負け格な感じのところでやっと乗せた。いやー、サンサン待った、またダメパターンですよ。勝負始め。3ゲーム245枚、2連さっき乗せただけ。つまりあの強チェリーは乗せてなかったということですね。もうただいまのお時間で出玉が飲まれました。で投資も1500枚使い切っちゃったんで残念だし悔しいけどマイナスで終了。 USA には行けず。 USA リターンズ7個編、結果はドン、1500枚使って0枚です。飲まれちった。ただガレーもバジリスクも楽しかったし悪くなさそうだった。だからあのあれです、私の引きが問題だったんだと思います。次回ね USA リターンズリターンズみたいなのがあった時にはちょっとがっつり出してやろうと思います。そんな感じで USA リターンズ7個編チャレンジ失敗ということで USA 行けずでした。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサーです。直撃 ART もしくは朝一天国モードだったということですね。楽しいでしょ、面白いでしょ、バイオハザード。